プレスファンの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。全日本プロレスオフィシャルビデオシリーズボリューム2、信頼30年馬場さんありがとうです。実況は私、日本テレビ若林健治。馬場さんデビューの時にはわずか1歳でした。そして解説は週刊プロレス編集長、プロレス界のオピニオンリーダー、山本隆さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いくつでしたデビューの時？中学2年でした。強引嫌なことしてありますね。若林さんは若いありがとうございます。久しぶりの日本ということがありましたが、このマレンコ兄弟揃って、この日本にやってまいりますのは昨年の夏以来1年ぶりなんですね。山本さんね、やっぱり2人揃わないとダメですね。ディーンとそして向こう側ジョー、2人揃いましたマレンコブラザーズです。ふざけまち30分一本勝負を行います。中コーナー220ポンドディーン・マレンコ。まずディーン・マレンコが紹介されました。そしてジョー・マレンコです。パワーがありますジョニー・スミス。お正月以来の来日になります。本当ホッとしました。ダイナマイトキッド、この一戦ダイジェストでご覧いただきたいと思います。編集長、まずこの試合の見どころからお願いしましょうか。やっぱりキッドのね、根性とそれとマレンコ兄弟の科学的な技、これがどういう形で撃退するか、ここに面白さがあると思うんですね。科学的という表現を使いましたね。その持ち味とキッドの要するにぶつかっていくこの根性ね、これが要するにさ、どこまでさ技との対決というかね、これが面白いんですよ。このプロ根性ってのはデビュー30周年の馬場さんも認めてましたよ。体が小さいからまたすごく感じられるんだよね。そのキッドはまず控えに入りました。今ゴングが鳴りました。先に出てまいりましたのがディーン・マレンコ、そしてジョニー・スミスです。押し込みました。どうするか。まずはクリーンに離れました。非常にこのスリリングな戦いが期待できそうです。腕を取りに行きました。関節技はマレンコ兄弟が得意です。どうしますか。こちらもクリーンに分かれています。レフリーは福田明彦、この明彦コンです。さあ動きが速くなりました。ショルダータックル、これですね山本さん。叩きつけるファイトだね。あ、叩きつけるね。まさにこれも叩きつける、低空ブレンバスター、名刀村雨、すごい切れ味であります。そのままカバーに来ました。山本さん、この D の上がピーンと張り詰めたような感じになりますね。つまり目つきがいいんですよね。あ、目ね、あのクラッキー、こうなんて言いますか、クールで、冷静で、決して相手から目を離さずにね。さあ今度はスミスのパワー殺法であります。ちょっとこの辺りマレンコ兄弟、キッド・スミスにペースを取られております。やはりはこの山本さんが初めにおっしゃったこのパワーとテクニック、ちょっと力でブレンバスター抑え込まれているという感じですか。いや、今は受けに回っているのでね、力を貯めている、ジョニー・スミスです。返し技があると思うんですよ、細かい、どこで狙っていくか。マレンコブラザーズならではの兄弟連携も十分お楽しみいただきたいと思います。この後出てくると思います。スミスとキッド、この揃っては久々なんですけども、両選手動きどうですか。まだ今のところはちょっと分からないですけどね。キルを取りました。かなりこのライバル意識っていうのは両チームあるんでしょうね。いや、 やっぱりデイビー・ボーイ・スミスとマレンコ兄弟の試合がね、ちょっと試合を作ったので。そうですよね。そうしますとこのジョニー・スミスも負けていられないところです。さあカニバサミ、そのままアキレス腱固めに行く。山本さんがおっしゃる返しですね、十分注意しなければいけません。しかし山本さんね、外人同士のこの試合でこんなに湧くんですね。いや、彼らは日本のマットというかよく研究してるんですよね。常に毎試合他人の試合というかさ、ライバルの試合を見ていてね、お客の反応もずっと研究してるし。力技に行きました、逆蛇固め。そういえばその外人選手、デビュー間もない人もいる、もちろんベテランもいますが、このマレンコブラザーズがリング上で試合前よくこのアドバイスを送ってますね。さあダイナマイトキットです。クールな目からファイトは熱っぽい。さあテイクムレバスターいくか、脇固めで切り返した。山本さんどうです。そうですね、だからさ、ちょっとした隙をついてね、
来るんですよね、はい、まさに力と技の攻防になってきております。馬場さん言うようにあの攻めてるときは一番やっぱりさ隙が多いんですよね。はい、ツーソルダータイツのこちらがジョーマレンコです。お兄さんの方、そしてダイナマイトキッド、ここでキッドゴールが起きました。スミスがコンダクターよろしく、このキッドに声援を誘っております。リングの中央です。この耐える表情もキッドいいですね。いやもう顔なんかもう傷だらけですもんね。本当ですね、体中も傷だらけ、よくしゃこれでやってると思ってね、まあ、一時内臓この悪くしましたけどね、よく蘇りました。シミットリューのバックブリーカーカバーの体勢です。この人が一番最初に日本のファンの心を捕まえたんじゃないですか、外人として。あ、そうですか、一番最初にこの人が発見したと思うんですね。とにかく全国津々浦々どこに行ってもこのキッドニックってのはすごいんですよね。手抜きの足と全力入ってると、はい、まあ、こうプロレスだけでなく我々に何か教えてくれてるみたいな感じですね。やっぱりすごくそのハートに惹かれますね。惹かれますね、さあタッチです。キッドからジョニー・スミスへ。このキッドとスミス、いとこ同士であります。その辺の連携、マレンコ兄弟は実の兄弟コンビであります。コブラツイストに行きましたジョニー・スミス。しかしね、この今よくプロレスごっこなんかやりますでしょ、キッド役をやりたがるこのコットンが多いんですよ。あ、そうですか。僕はもう間違いなくジャイアントババでしたけどね。いや、キッド役というのはあの頭突き使ったりとかさ。そうです、楽しいですよね。楽しいですよ、自分はもうジャイアントをもらったわけですが、背がそんな高くなかったんですけどね、どんな馬場さんのあれやるんですか。ジャイアントスイングですよ。今日はデビュー30周年記念試合ということで、馬場さんのジャイアントスイングも出るからといったところでありますが、どうでしょうか。やっぱかっこいいですからね、キッドにしろ馬場さんにしろね。すごいね、さあ今度はディンダラドロップキック、ダグフォーラスのようなドロップキックであります。今1回転しましたね、見事。こちらもプロ、エルボー、回転したエルボー、カバーが早い、気持ちいいですね、カバーが早いのはね。この人は本当にプロレス好きなんですよ。あー、もうプロレスの申しを、にじみ出てますよね、そしてこれだ、首を痛めにいった。そしてお兄さんへタッチ、ジョーマレンコカバー、ちゃんとの胸と胸合わせてますね、カバーもね。さあ今度はキックで棄権を制してジョニー・スミス、連携が注いで、そらダブルのリープフロック、おっと縦の横に飛んだ、何があるか、腰に乗っけてセットーン、カバー、カウント2。ジョニー・スミスがかろうじてキッドのフォローを得まして返しました。しかしキッド・スミスも落ち着いています。今タッチをしました、ダイナマイトキッド。お客さんもこの力と技の攻防に酔いしれています。さあ今度はバックを取ってかわし掛け、かわし落とし、ババさんの盗みました ねえ。さあそして今度はジャパニーズレッグロールのような形に持っていきました。いろいろなこの固め技があります。ジョーン・マレンコ、ディーン・マレンコ、今度はディーンにタッチ、キッドが一斉に待っている、首固め、今10分が経過しました。ディーンとキッドという顔合わせになっています。おっとニーアタック、ジャンボ鶴坂、今ちょっと横のねえ飛び方をしました。キッド足をすくっています。一筋縄では転びません、ダイナマイトキッド。ディーンの動きがいいね、すごく。そうですね、切れ味があるというか、はい、キッドが名刀を村雨とするならば、山本さん出るかな、得意のコピー、いや本当切れ味があるね、後で考えておいてください、はい。さあジョニー・スミス、逆に振ったのはディーン・マレンコ、ディリティカネックブリカルラップカバーだ。おお、福田昭彦の飛び方もすごい。やっぱり試合が炸裂しますとね、レフリーもね、大変であります。首4の字固めに行きました。そしてこれはストレッチにも入っています。右の手を捉えましたジョニー・スミス。力と技と言いましたけども、やっぱり基本的にこのスミスと、おっとこれはブリッジをして返していきます。まだ完全ではありません。このキッド・スミスにとりましてもグラウンド、それからこの関節、やはりね、イギリス系の選手でしょ。そうですよね、だからもう地盤があるんですよね、ランカシャースタイルありますよね、ああ難なく外しました、絶賛の拍手。キャメルクラッチの体勢に入りました。
この人の表情にも味わいがあります。そしてこちら耐えるジョニー・スミス、クイックタッチを使うマレンコブラザーズ。今全日本にはこの今来日しておりますサザンロッカーズもそうですし、ちょっと前に来ましたロックンロールエクスプレス、もう本当にタッグチームはキラ星のごとく言いますからね。まあ、はっきり言って全日本プロレスはその方向みたいなもんですね、はい、そうですね、釜がために入ります。山本さんどうですか。ブリッジはやっぱりあれ、ね、得意技だねこの人。綺麗ですね。ちょっとジョニー・スミスが押され気味、がっちりと背骨を痛めつけられております。今外れました。外れたというよりは流れるように技をつないでいきます。ジョー・マレンコ懸命に絞り上げる。グラウンドの攻防になっております。今度は足を取ってトーホールド。さあどこで両チームが勝負に一気に出てくるか。大きな山はどこで訪れますか。足を取りました。山本さんこれは、これが要するにあれでしょう、ゴチから並んだやつ。あ、並んだ、ね、なるほどね。裏アキレスともちょっと違いますよね、だって関節技って本当は名前がないんですよね。あ、我々もね実況してる困っちゃうことがあるんですけどね、さあダイナマイトゲット山本隆編集長、花丸付きのキッドです。花丸に日の丸の旗がつきます。いやー、壊れたね、彼には。本当ですね。あっと引っ掛けるようなラリアット、おなじみ。決して妥協を許しません。リング上で笑わないですからね。坊主頭がいいね。はい。リング外でも私、笑った顔を取材中見たことがありません。ショルダータックル、これも厳しいぞ。ジョー・マレンコ。さあ、足を取ったぞ。あ、そのまま、これは裏アキレス。裏アキレス、剣固め。ジョー・マレンコ、いやいや、ジョーもやっぱりプロフェッショナルですね。こういう攻撃には慣れてないと思うんですよね、キッドなんか。あ、なるほど。だからかかると思うんですね。五分と五分に戻しました。両チームであります。会場からはね、よく耳を澄ましますとマレンコ兄弟、これは当然でしょ、キッド兄弟というね掛け声もかかってたようですよ。ということはジョニー・スミスがこれからね、どれだけ自分の個性を出せるかというのがこのチームの、ね、課題だと思うんですよ ね、 なるほどね。デイボーイの場合は、はい、やっぱりすごく個性がはっきりしてたもんね。どうしてもあの比べてしまいますね、デイビーとね。その辺が大きな課題でしょう、はい。テキサスクローバーズホールドに行くか、ディン・マレンコ。これも彼の得意技の一つなんですよ、はい。コバチ選手あたりもね、よくこれを使います、足を攻めに行きました。しかしキッド突進します。一瞬の素早い動きから場外へ転落。まだ一進一退の攻防です。両選手ともに褐色の肌。戦いは夏から秋へ。そして世界最強タッグ決定リーグ戦、ストンピングです。足への集中攻撃、これはあれですよ、あの技とね、はい、敵の技を使ってるんですよ。あ、なるほど、マレンコ兄弟のね、得意技を。ジョニー・スミス、あ、その辺も心理戦が展開されているようであります。もっと言うなら、しかしこのジョニー・スミス、自分の大きい体を利用したファイトをやるべきなんだよね。いきますよ、いきますよ、いきますよ。これはあのデイビーもよく、ね、得意にした技がありますけども、あ、もっと自分のこの大きい体をね利用した、でかいスケールの大きいファイトを相手にぶつけるべきなんですよ、相手体小さいから。なるほど。さあ、釣り天井に行きそうだ、ロメロスペシャル。さあ持ち上がるぞ、どうだ、懸命にこらえている、歯を食いしばってこらえているディーン・マレンコ。これはなかなか行きそうもないぞ。あー、ダメです、後ろからカット。ジョーマレ惜しかったですね、力技、この釣り天井に行こうというところでしたが無理でした。下からパンチ、こういうコスずるいと言いますか、細かいところはさすがマレンコ兄弟です。
ニュートラルコーナーに押しやりました。そして抱き込みに行って DDT はいけません。そのまま後ろへリバースで投げ捨てた。先ほどあの学校でこのプロレスのノッコということを言いましたが、このおー飛び込んだのは、おっと逆に返していった、どうだこれは。このナイト兄弟の関節技ってのはなかなか真似できないですね。いやあれはもうリリーかなったなんで、ね、いやねちょっとできません。さあ今度はどうか、エルボー空を切った、あー逆に、あ今のはエルボーでしょうか、うん、ジョーマレンコ、そしてそのまま北斗拳爆、どうだカウント2。そろそろ大技を出していくか、フロントスープレックス、そのままホールドに行きました。これはまだ肩がついていません。フロントスープレックスホールドですか、山本さん。手を離さないんだよね。ねえ、ある意味では危険なんだけどね。バックドロップホールドとかそういうのはね、うん、あるんですけどね。タッチです。バックを取りました。キッドもバックを取ります。足を取りました。蹴り飛ばします。トンボを切りました。フェイントを入れて、これは意地でも投げられないというところ。さあ逆さ抑え込みはどちらが取るか。キッドが気合いもろとも持っていきそうだ。肩がついた。カウント2、カウント2。そろそろ大きな山が訪れそうです。いかにもあのマレンコ兄弟らしいあれだ ね、そうですよね、試合展開がね、簡単にやっぱりさ相手の技をやらせないというかさ。そうです。飛び込んでの回転 AB、 ジョーマレンコ、スミスのカットを待つまでもありませんでした。だからリズムというか流れが遮断されているように見えて力が入ってるというね。そうですね、すごいそういうところが見どころだと思うんですよね。両チームともにあの完璧に相手にこのペースを握らせません。おっとこれは珍しい、ディーンの乱れ太鼓か。おすごい、おっとパンチフックをかわして後ろへ回って、これは力があるぞ。うん、しかしかわしたバックを取ったディーン・マレンコ、投げた、ジャーナマンスープレックスホールド、カウント入りません。キッドのエルボーで救出であります。さあ頭を打っているぞ、ここはタッチでしょう。さあキッド、キッドだ、ちょっと流血を見ている。キッドいつ切ったのかな。さあ場外転落だ、場外に送り出された。これはディーン・マレンコがうまく待っております。エプロンに打ち据えておいて、そしてリングで勝負であります。さあディーンが投げる、蹴る、そしてサイドのスー、いやツームストン、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 打て打て打てる、チャンス、足をバタバタ、キッド、あとドロップキック、そのままそのまま押し倒してカウントスリー、19分50秒。最後はキッドス、あーっとキッド流血、あーどこで切ったんでしょうか。しかし手負いのキッド、そしてジョニー・スミス、マレンコ兄弟を打ち破った一戦、山本さんお願いします。いややっぱりキッドの最後のね、はい、あのなんていうかさ、闘志の勝利というかね、闘志のね、技が要するにちょっと最後もう一つだったね、ブリッジで切り返そうとしたんだけどさ、はい、しかしこの両チームさすがタッグの名手、存分にこの醍醐味を見せてくれました。キッド、スミスがマレンコ兄弟を打ち破った一戦でした。